本当の話、仕事関連本当の仕事の話をしよう。 The Real Job Talk。 イエーイ、 イエーイ。どうもどうも。1回目ですね。この掛け声の1回目、あの記念すべき1回目に登場いただきました。今日はあのちょっと今まではね、社会人5年目ぐらいまでの人が多かったんですけど、何年目でいらっしゃるんですかね。23年目ですね。23年目。うん、23年目のあの方にお越しいただきまして、まあ、今2社目の会社、最近転職されて2社目の会社にいらっしゃるんですが、まあ、1社目も2社目も同じような、あの今から言うことは両方当てはまるかもしれないですけど、まあ、日本人なら誰でも知っているメーカーさん、世界の人も結構知ってるかも。そんなもう超大手グローバルメーカーでお勤めでした。で、転職した今も別の会社ですけれど、そういう会社で働いていらっしゃる社会人23年目の方に仕事の話をね、お聞きしたいと思いますけど、どうぞよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。まあね、割と有名な方なんでね、喋り方なんかでね、みんなね、憶測しないようにね。いや、有名じゃないですけどね。いや、有名ですよ。そういう意味じゃ、その前職の、その、まあ、グローバルメーカー、うん、何年いらっしゃったんですか。22年ですか。22年。うん。長いですね。長かったですね。あっという間でしたけどね、本当に。僕13年で辞めたんで、そっからまた10年ぐらい行ってるって言ったら、結構やっぱりいろんなことをご経験されたんだろうと思いますけれど、まず簡単にその22年前職で過ごされた中の、こういう仕事してきましたっていう、こう、まあ、移動なんかも含めて変遷、うん、簡単に教えていただけますか。うん、まずですね、トータルで22年いましたけど、そのうち19年はですね、調達部門にいました。調達っていうのは物とか情報とか、まあ、もろもろ外から買ってくる部署ですね、はい、部門になります。なるほど。19年で、はい、3年はですね、人事に移動になって、採用だとか育成だとか、まあ、そういったものをやり、はい、でまた最後は調達に戻って仕事をしてましたね。最後戻られたんですね。あ、そうなんです。最後戻りました。へえ、なるほどなるほど。まあだから手放したくなかったんでしょうね、調達はね。どうでしょう。人事がいらんかったかもしれませんが。いや。まあそういう時は日本の企業のね、美しいところは絶対にそういう言い方をしますからね。そういう意味ではもう僕らも日本の大企業で長く働いた人間ですから、いやもうそう捉えたいですし、まあ、そう捉えた方が幸せですからね。まあ、そうですね。なるほど。調達って結構やっぱり、なんでしょうね、うちの卒業生でも割とメーカーさん行って調達やってる人って多いですけど、うん、営業に行かない場合の文系総合職で、うんうん、行きそうなところの中の一つで、うん、割とメーカーのこう要というか、うん、重要なところになっている部署だと思うんですけど、うん、そこのお仕事について、うん、まず簡単に教えていただけますか。こんな仕事。そうですね、はい、そうですね、物を買うという行為なんですけど、世の中一般の物を買うっていう行為とはちょっと違うかなと思ってます。なるほど、うん、例えば今質問しちゃってもいいですか。逆に。あ、もちろん。はい、お店に行った時に、はい、全く同じ機能で、はい、うん、ある例えばこのペットボトルがありますね、はい、これあるお店だと100円です、はい、で他のお店に行った時に120円だったとすると、はい、どっちから買いますか。100円普通。100円ですよね、はい、普通そうですよね。もう即決ですよね、はい、即決。その時にじゃあこれがどこの誰が作っているもので、はい、こういう理由で120円なんですと、うん、こういう理由で100円ですとか考えないですよね。考えない、うん、でじゃあ例えばこれを長い目で見た時に一番お互い
買う方も売る方もウィンウィン関係を作れる。例えば10年、はい、20年、30年先のことを考えてもお互いウィンウィンであれる状態っていうのことも考えないですよね。考えない。うん、その時喉乾いてるから飲みたいんだけど、うん。そう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 。はい、私がやってた調達の仕事っていうのは、そういうことを考えて、あえて100円で買わないっていう選択もあり得る。なるほど。そういうものを買うっていうバイヤーの仕事をやってました。あ、なるほど、なるほど、うん。なるほど。叩いて100円にできるかもしれないけど、まあ、あえてしないと。うん、そのしないのは、この先も長くお付き合いして、うん、要は、その会社が体力が弱ってきたりとか、うんうんうん、それによってなんか、製品のクオリティ落ちてきたりとか、うん、いうことが起きたら、うちの製品のクオリティが落ちることにつながるし、うん、そうです。そうです。ちゃんとエコシステムがずっと、高いクオリティのところで成り立つように考えなきゃいけないわけですね。うんうん、そうなんです。そうなんです。なるほど。そういう仕事ですね。難しい仕事じゃないですか。そうなんです。なので、社会の情勢だとか、はい、あとは今後のいろんな技術動向だとか、はい、またまたそのそれぞれの国の雇用だとか、まあ、そういったものをこう、はい、いろんなものを総合的に考えて、はい、でベストな選択をしていくっていうのがバイヤーの仕事でしたね。で仮にそのベストな選択に、うん、を選べない状況だったとすると、そのベストな状況をどうやって作るんだというところまで考えます。なるほど。うん、例えば、はい、この地域の雇用は守りたいと、はいはいはい、だけどとこの地域で買うと200円しますみたいな。なるほど、なるほど。